カーニバルっていうとブラジルのリオのカーニバルを思い浮かべる人がほとんどだと思うんですけど、実はカーニバルっていうのはブラジル全土の国民の祝日です。日本語で言うと謝肉祭っていう、そもそもはキリスト教の宗教的なお祭りなんです。以前にもカーニバルの動画作っているのでよければご覧ください。リオのカーニバルとか、他のカーニバル映像とか見ても、カーニバル中ってどこに行っても盛り上がってて楽しそうに思われるかもしれないんですが、さっきも言ったみたいに国民の祝日なので、いろんな施設とかお店とかも閉まってしまうので、もし普通に観光したいのであればカーニバルの時期は旅行を避けた方がいいです。移動も混むし、宿泊施設とかの値段も高くなります。私たち家族のカーニバルの過ごし方っていうと、まだ子供も小さいので外にあまり出歩かずにこうやって家族と一緒に過ごします。かわいい。ブルーノがファンキー踊ってくれました。このビデオが面白いって思った方はチャンネル登録じゃなくて高評価かお願いします。じゃあね、バイバイ、チャオチャオ。